はい、時刻は17時48分、外気温マイナス 0.3 度、タープ下 1.9 度です。じゃあね、まあ、焚き火火つきましたんで、これから晩ご飯作っていくんですけど、その前にねちょっと1本飲みましょう。はい、こちらさっき視聴者さんにいただきました、ありがとうございます。じゃあ乾杯。で、昨日とはねちょっと打って変わって、今日はすごい穏やかな天候なんですけど、気温が落ちるのがね昨日より若干早い気がしますね。このペースで落ちていったらマイナス5度ぐらいまではいくんじゃないかなってのを勝手に思ってますね。まあそのことはねちょっと置いときまして、これからですね、まあぼちぼち調理していくんですけど、せっかくですね、まあ焚き火ついていただいたビールを飲んでますんで、もうちょっとねゆっくりして、これ1本飲んだら調理しようかなと思います。はい、時刻は18時44分、外気温マイナス 1.3 度、タープ下 10.2 度です。じゃあね、このいただいたビールも飲み終わりましたんで、早速ね調理に取り掛かっていこうと思います。よいしょ。で、今日のね釣った獲物なんですけど、2匹ね選抜して食べようと思って、どれにしましょうかね。あんまりね大きいのは食べたくない、でかいのはできるだけ持って帰りたいんで、これにしよう。こいつとこいつ、この2匹ね食べようと思います。なんでこの人たちはお持ち帰りですね。で、今日はですねこちらのお魚なんですけど、何にして食べるかと言いますと、前回ですね釣ったヤマメを塩焼きとホイル焼きにしたじゃないですか。なんでね、同じだとちょっと面白くないかなと思いましたんで、今日はですねこのニジマスをちゃんちゃん焼きにして食べたいなと思います。はい、なんでね、まずタレを作ります。ベースはやっぱり料亭の味、しじみですね。もうこれに限ります。もう一個砂糖ね、今日は忘れず持ってきましたからね。よし、めんつゆ、酒で、醤油をね肝落ち入れます。ちょっと思ったよりだいぶドロドロですけど、こんなもんなのかな。じゃあ味見。なんか微妙じゃな、いまいちパッとせん味ですね。甘みが少ないんで砂糖をねもう一個入れます。よし、ようわからんOK にしましょう。なんでこれはねちょっとこっちに下げまして、魚にね味付けしていきます。まず塩ですね、ブラックペッパー。よし、じゃあ焼いていきましょう。よし、ごとくセットで、ちょっと焼酎用のお湯もここで沸かしておきます。で、ダイソーフライパンセッツ。そしたらこれバターですね、ちょっとやりすぎたかまあいいわ。よいしょ、いきますよ。にじます投入、おりゃはみ出るマジか、これ1匹で十分だったね、しくったな。とりあえずこんな感じでじわじわにじます焼いていきます。やべ、崩壊する。あ、尻尾が尻尾が、なんてこった。ちょっとこいつ残念な感じですけど、まあいいでしょう。で、もやしミックス、ちょっと野菜が凍ってますね。まあいいわ、いつものことや。仕上げにさっきのタレでいきます。おりゃ。で、しばし放置ですね。よいしょ。じゃあそうしたらね、いいタイミングでお湯が沸きましたんで、焼酎飲んでいきましょう。わー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 。で、今日の焼酎もこちらですね、視聴者さんにいただいた桜井、これをね湯割りで飲んでいきます。よし、いただきます。あー、うまい。じゃあぼちぼちね湯割り飲みながらちゃんちゃん焼きができるのを待ちます。じゃあ行きますよ、皆さん出てこいや。おーし、はい、どうでしょうか。見た目はかなり微妙ですねまあ問題はね味なんで、早速ね食べてみましょう。
さあさあ、まずね、あえて野菜から食べています。なるほど。じゃあ問題のお魚いただきます。このぐらいですねあのがっくりはしないんですけど、ちょっとね味が薄いかな、なんかぼやっとした味付けというか、魚はね全然美味しいんですけど、ちょっとね味がなんかぼやっとしてる感じですね。醤油かな、ちょっと醤油足してみましょう。これでどうだ、いただきます。っていう感じです。はいまああのいいでしょう、自分でね頑張って釣った魚なんで美味しいです。はいやっぱあの自分で釣った魚はねいいですよ、それをねキャンプで食べるっていうのが本当楽しい。これはうまい、素晴らしいというわけでニジマスのちゃんちゃん焼きゆっくりいただこうと思いますんで、皆さん後ほど。はい、ただいまの時刻は20時15分、外気温マイナス 2.5 度、タープ下 6.6 度ですね。でさっきのねちゃんちゃん焼きも全部食べ終わりましたんで、一応ね今日のメニューもこれで全部終了です。あとはねもう焚き火見ながらゆっくりね焼酎の湯割りをちびちび飲むっていう一番いい時間ですね、ゴールデンタイムです。でまあね、あの今回のキャンプをねちょっと今思い返してみると、なんかすごい楽しかったですね、本当に有意義なキャンプできたなってのを今回思ってます。まずはあの天気予報大外れの雪中キャンプから始まり、で今日は今日であわや坊主かと思いきやの釣りっていうね、まあ、あのもちろんこう2泊っていうのも十分要因としては考えられるんですけど、やっぱねこうキャンププラスなんかっていうのはねすごい楽しいですよね。今回みたいにキャンプしながら一緒に釣りしたりとか、前行った八幡ハイランドとかだったらねキャンプしながらスキースノボーとかっていうのもできるんで、そういうねキャンププラス何かっていうのはちょっとこれからいろいろなんかできるとこを探していきたいなって思います。まあ、今回ね本当すごい楽しかったキャンプなんで、まあ、ハプニングとかはね少々いいんですけど、もう事故はねないように、あとちょっとだけね今日寝て明日の朝帰るまでもう一回あの気を引き締めて飲みすぎないようにねやって明日ね帰ろうかなと思います。というわけで、まあ、私はですねまだ時間もそんなに遅くないんで、焚き火見ながら湯割りをねちびちびと飲む時間にね入りたいなと思いますんで、皆さんおやすみなさい、また明日。はい、おはようございます。現在時刻は7時21分、外気温がマイナス 2.7 度、タープ下がマイナス 1.8 度です。寒いんでねもうちょっとゴロゴロしときたい気分なんですけど、ぼちぼち起きてね焚き火火つけてコーヒー飲んだら今日は撤収して帰ろうと思います。じゃあお湯が沸いたんでコーヒー飲んでいきましょう。本日のコーヒーはこちらです、セラコーヒーですね、これ飲んでいきます。
セラコーヒーいただきます。ああうまい。いやいいねこのコーヒーは。やっぱりそれとね、もう一個昨日から大活躍中のしじみこれもいただきます。こう調理にも使えて朝飲むこともできるっていう、もう素晴らしい食材ですよね。あやべえやべえ頑張れ。あーちょっと濃いかもしれんぞこれは。ちょっと濃いかもしれんな。気持ちお湯沸かしとこう。いやこれはちょっとさすがに濃いだろちょっと飲んでみますね。うん濃いはさすがに。やっぱちょっとお湯沸くの待ちますね。うまい。多分このくらいでしょう。いただきます。うんバッチリうまい。でさっきねちょっとトイレ行くのに下降りてみたら、今日もね釣りのお客さん結構来てましたね。平日でねこんだけ来るんで、ここ土日とかだったら結構多いんじゃないかなって思いました。でちなみに今の時刻なんですけど8時30分、外気温がマイナス0.3度、タープ下が 4.0 度っていう気温ですね。でついでに今日の気温も報告しておくと、最高気温が13時50分の 9.6 度、最低が5時35分のマイナス 5.2 度っていうのが今回の気温となります。やっぱり予想通りマイナス5度ぐらいまでね落ちました。というわけで自分の方はですね、この味噌汁とコーヒーこれ飲み終わったらね撤収して帰ろうと思いますんで、皆さん後ほど。時刻は10時1分ですね。撤収完了です。今回ねちょっと長い動画になりましたけど、皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。自分の方はねこれからぼちぼち帰っていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタン、あと概要欄からですね Twitter とインスタのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら、また来週。